さんこんにちは。高本道場の高本です。この度 RJJ さんのセミナーに講師として呼んでいただくことになりました。セミナーの内容はハーフガードとハーフスライサーです。今回のセミナーには若い選手の速い動きに困っているシニア層の方、またすで、にハーフガードを使っているがハーフガードと相性のいいサブミッションを探している方に受けていただきたいと思っております。それではハーフスライサーに行く前のトラックポジションへのエントリーをやります。いろんな姿勢からトラックポジションを入れるんですけれども、一番分かりやすい後ろ袈裟からのエントリーをやります。まず後ろ袈裟で押さえ込んで、ズボンをしっかりグリップして固定します。左手で膝横を握って引き寄せます。その足に左足を引っ掛けて相手の体の上でバランスを取ります。相手の体の上に乗ったまま足を組み替えて二重絡み、そこから右の肩から入る前回り受け身をすることでトラックポジションにエントリーします。トラックポジションに入ったら、ここからガープスライサー、股先、ツイスター、バックチョークなどに行くことができます。最近の私の一本勝ちの9割ぐらいはこの技で勝っています。誰もやっていないからこそそこに活路があると思っております。ぜひこの機会にカーフスライサーを体験してみてください。お待ちしております。